独身なう、朝川図です。林刑事です。え先日はね、林恵司君と、マチビリアンと、友達のひとみちゃんに、我が家に来てもらって、うんうん、いやー、しんどかったね。 まあ、林君は名古屋からだから遠いよねそうそうそう。交通の便が悪いってことでね。かなりね、<laughs> 東<京>思った以上に遠いよ、毎日。ちびれんたちと会う前日に、うん、茨城県の小賀っていうところで、うんえー、同い年のね、川べり君っていう、自己批判症っていう劇団員やってるんですけれど、 林くんってさ、そう誕生日が川辺くんと1日しか買わんないんだよね、うん。そう、俺、1日先輩なんだよ、俺が。すげえよな、<laughs> それも偶然にしてはすごいよね。だから、俺が2月の17で、<ー>川辺くんが2月の18だもんで。と50年だよね。そそうそう小五十年 で、B 型なんだよね<う>あの子も確か聞いていけた。違うんだって。A 型だっつってたじゃん。だから。AO の A だ。あ、そうだそうだ。出 <laughs> た出た。このやりとりを、だから、全く同じやりとりを、あの、居酒屋でやってたんですよ。で、川辺くん <laughs> ーー君は、ニヤニヤ笑いながら、うん、俺 A って。<laughs> <laughs> B って思われがちだけれど、<laughs> みたいなことを言って。 結局ね、だから今回の、うん、テーマに入りますけれど、俺はねこの血液型の特性とか、血液型占いとかっていうの、ね、信じない方なのよ。新人のお前ほん <laughs> にね、こういう、うん、もう、占い中占いを全部前は全く興味ないもんな。だってさ、こんなのさ、海外行ったらさ、大型が多いとかさ、そういう人類の分布によって決まってんだから、そ,そんなので性格とかが決まるわけないじゃん。性格とか相性なんてのは環境の方が絶対に大きいんだから。うん、いやもちろん環境はあるよ。だけど、うん、さっき今言った海外のあれって言ったら、アメリカが、例えば、大型が多かったとすると、うん あのー、やっぱ、大型的な国家になるわけじゃん。<laughs> 絶対、絶対それはないわ。いや、だから日本が A 型多いじゃんね。いやいや、絶対関係ないって、それは結成まあまあ、でも、何やかんって日本人の、うん、何、40%くらいは A 型なわけじゃん。A 型が40%、 O 型が30%、うん、B 型が20%、AB 型が10%っていう分布なんですね。うんうんそうそう。だから、これ日本人だから特にやっぱ、ちょっと神経質っていうかさ、あるじゃんやっぱ日本人独特のさ、うん、画が強いっていうかさ、なんか山戸魂みたいなことは、根性論とかさ、なで、それが A 型だって言ってんの <laughs> そうそう、A 型が。いや、ないわいや、俺、イール。例えば、朝君がパッと国名言ったら、何型って言える何型の国だって言える意味わからんけど。本当意味わかんねんだけれど。お前、お前何言ったたこいつって思うけど、うん。じゃ、ブラジル。あ、ブラジルは、O 型だね。は O 型だと B 型の。いや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 、ックスバー定期 そうす大型と B 型つっちゃってるし。いや、ちょっとだ、だから違うね <laughs> あのこれもあ重要なんだって。あのた、ー、ねこいつ。例えばさ、お前って A 型なんだけど、親父が型か、あ、俺はだから、お袋が A 型で、親父が O 型なんで、その遺伝子的には AA か AO のどっちかなんだよ、うん、だから違う。そのね、遺伝子的なこと今言うじゃん。もちろんもちろん。いや、そりゃそ,そうでしょう。違うねん、これが。遺伝子じゃなくて、うん、あの、お前はだから AO の、うん A だから俺ととこうやって多分話せると思うんだよ俺ね、基本的にね、<laughs> 友達が多いのは B 型か、AO の A か、O 型かとか、やっぱあるな。俺ね、だから、ABAB の AB とか最悪だよね、俺。<laughs> あ、言っちゃった。チュビリアン AB 型だからね。だから、チュビリアンの片方は AB 型で、うん、もう片方はわからんじゃないけど。 ええー、そういや、だって、AB 型って別に、両親のどっちかが AB じゃなくても AB 型になるじゃんだいや、それはお前の遺伝子的なことで言うじゃんあまたそれか。当たり前だよこ。これは遺伝子的なことに統一しなきゃ意味ないでしょういやいや。いや、俺基本的に血液型だって信用してないのよ。どういうことって <laughs> かの俺の理論聞いてもらっていい例えば。めちゃくちゃだよな。いや、いや、これを俺は今から言ったら、あ、なるほどなと思うわ。うん、はいはい。 あのな、俺パッて生まれてきたやつじゃね俺も、まあお前もそマジでうん。いやいやいや、なんで今おるじゃん、俺。じゃ今俺が喋ってるやつね。いや、俺もお前もおるじゃん。寂しく A 型と B 型の寂しい独身45歳がいるとします。ちなみに、だから林くんは、その林くん理論でいうところの何なん親は、あの、死んだクソ爺が B 型で、おふくろが O 型なんだよ。あ、じゃあ林くん理論でいうところの BO なんだ。 うん。だから、BO の B って、あの、大型の雰囲気を持った B 型っていう。<laughs> そう、先生。お前分からんかもしれんけど。で、で、出だな。出だな。ん、でもありじゃん。<や>そんなこと言い出したら。そんなこと言ったらさ、俺の先祖辿ったら徳川家康の親戚かもしんねえとかなっちゃうじゃん。あゃいいまあまあ、そういうことじゃなくて。これ、まず聞いてくれ。はい。あのー、つい朝浅川君が A 型だろだから。そうだっけ ええ、だって、お前自分で、なんだよね、お前。A 型、A 型、そうだ。そうだった。A 型だった。うん。えへに興味ないんか、お前。別の血の輸血したら死ぬぞ、お前。でも、大型の血は受け入れられるんでしょそうそう。そうそう。はいはい。それはあるし、RH 安あまたね、細かく。細かくもあるんだけど、俺は遺伝子的なこと言ってるじゃなくて、うん。俺はま、生まれて物心ついた時に、林刑事は B 型なんだ。金融するときに B 型って書いてある。 じゃんね俺って B 型なんだっていう風に育つのはね、お前もう A 型っていう風に育ってきてるの。だからその自己暗示ってことだろそういうこと、そういうこと、そういうこと。はいはい、だから、まあ AB 型 A、A 型、O 型、B 型ってみんなさ、AB 型うん。あるじゃん、それぞれの個性。こういう人がこういう A 型ですとかいうのが、うんうん、俺ら物心ついた時から、あやっぱお前って B 型だなー でちっちゃい頃から言われてきてるからどうしても B 型っていう寄ってくわけだよなそっち側に寄ってくんだって、うん、B 型だからしょうがないだろうっていうかさこれはだからさ正、うん、座占いも俺それだと思っててそう一緒一緒同じ,同じ例えばだからさ乙女座はさ乙女チックってずっと言わ,言われてたらさそうなっちゃうって <laughs> いや例えばねサソリ座のさ例えば三鷹、うん、源氏サソリチックってどういうことやねん毒で刺すだろう、ね、いやよくわかんない, <laughs> いやい最後に人差しする <laughs> 常念的というかこうおっかない 感じのイメージになっちゃうじゃん。まあ、曲がイメージを作っちゃってるからさ。うん、血液型わかるわ。さすがに。だけど、お前たち誘い座だから、やっぱり毒があるよなってか、<laughs> ないじゃん。だって俺、俺水亀座じゃんね。水亀座なのよ。知らねえよ。お前って水亀っぽいよねどういうことやねんって話やろ <laughs> そもそも水亀って何なのんなん <laughs> <laughs> あの、俺も要は、なんか水が入ってる亀なんだよ、要は,ううはな。なんでさ、水亀座は、動物とかじゃねえのなんで仏になってんの、急に。<laughs> いや、それ俺言われても知らんがらんかな、この俺、獅子座だけどさ、<laughs> まあ分かるよ、獅子 <laughs> とかサソリとかさ、あかまあ乙女とか、かうん、生物で来てるのわ分かるよ。いや、俺だけど、獅子と乙女を一緒にしちゃうよ、僕、うん。<laughs> いや水亀のが分かんねえよ。それだったらまだね。水亀を持ってる乙女だったら分かるよ。じゃあ水亀を。天秤座なの天秤座は。いや、それもおかしいんだよ、だから。<laughs> あれだ、天秤ってどっちやねんって話やろ。ねん <laughs> <俺>。<laughs> 俺から言わせれば、<laughs> 天秤をいじってる先生座とかだったら分かるよ。いや、そう、俺だそうだよ。だからお前の言にってたら。あ、人なんだなってわかるよ。水亀を持ってるお母さん座って言ってたら、あ、お母さんなんだなって分かるゃなんで水亀の方にピックアップしちゃうわけ途中からさ、流産星座になったじゃん。 なあ、一個増えたりしてんだよなあ。もう、あの出たらもう、なんか、よう分からないうとし、テレビとか見てとも分かるけど、今日の1、ラッキー1番は、水がめーってか、片方で行っとんだわ。あ、やったじゃんと思うじゃんね。で、別のチャンネル変えるとさ、最下位やったりする場合もあるわけよ。で、結局、パーで行ってきまーすって、外出ると、そんなこと全く頭に、記憶になくなってるわけよ。今日のラッキーカラーはイエローですとかって言う。意識してやっぱ行動したりしちゃうん。じゃないの 朝一で今日は一番あなたが運勢悪いですって言われると、それを聞いたせいでその一日が何か失敗を引き起こす可能性あるよな、心理的に。例えばさ、物忘れなんかそうじゃん。これを忘れちゃいけないんだ、うん、これを忘れちゃいけないんだって思ってると、逆に忘れちゃうパターンあんじゃん。俺は血液型もそれだと思ってて。うん、いそいつは違うじゃ血液型は違う。いやって4つしかないんだもん、血液型は。 いや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 これはね、俺ね、ぶっちゃけ、AB と AB の子供の AB とかめちゃくちゃめんどくさそうだもん。 ははは。<laughs> だからそれが偏見なんだって。誰にでも当てはまるようなことをただ4つに分けて書いてあるだけなんだって。だから俺一番最初言ったように、あの、やっぱり小さい頃から、お前は A 型なんだ。あ、俺は A 型なんだ。俺は A 型だから、A 型はこういう風にしなきゃいけないんだっていう。A 型縛りなんだよ、お前は。多分そういう風に言われてきとると思うね。自分の中で。暗示だよ。 黙んだよ、お前、そういう時お前, <laughs> お前って興味がないとね、黙る。これが映画だなんだよ。特に、お前、お前そういうやつなんだよな、お前って。 いや、これ聞いてる人、どう、どういう気持ちで今回のこの回聞いてんのかな、と思って。<laughs> いや、そう,うそう、それはまず考えるのがお前なんで。俺考えへんもん。そういうとこがやっぱ B 型だよな。いや、それだけどお前は、そういうことを期待し、そういうことを裏切る俺は好きなんだろう逆に。俺がお前と同じように。そこは突っ込んでもらわねえと。お前、B 型って俺のことを言ってんじゃんって。<laughs> ああ、で、だいや、俺、うん、でも、お前の気持ちもわかるもん。そこがなんか、俺の大型の優しさが入るね俺の。大型の。めちゃくちゃだよ、ほら。結局、結局じゃあ、もう人間なんて ABO 全部入ってんじゃん。そうだよ。もともと全員 O が入ってるからね。じゃあ、わかった。これを、あの、次の国会に提出してもらいたい。ああ。人類はもう ABO 型に統一しようよ、ABO。 いや、それは無理だ,だ俺も林くんも ABO。いや、それは無理だって、そんなん。<laughs> だって、そんなもんだったらもう、あれだよ、もう、あの、今の医学とかを全部裏、だってお前にさ、例えば B 型の血を入れたら、お前死んじゃうぜ。うん その時はだから、あなんでその時はどういうことやんその時はって。でその時はいいのかその時は、あの時に国会で ABO を認めたがゆえの犠牲者だって思ってもらえて。<laughs> いあちゃくちゃええやんもん。言ってう違う違う違う。医療はだから話、またほら話は一緒になってんだよ。<あ>だからさっき言ったじゃん。俺が遺伝子的な、遺伝子的なことはちゃんと残すんだよ。だから a、a a <Yeah. S 1> A A O とかは。 特徴、うん、要するにだから血液型占いとか血液型による特徴をもう ABO に統一しちゃおうってことよ。統一だよ。無理無理無理。人がさ、A 型 ?AB 型、O 型、4つの種類に分かれてるってことは、それってもう科学的に証明されてることだから無理だじゃあもう、じゃあもうもっとさ、もうな80個ぐらいに分けちゃおうぜ。うん、AC、DBBBBEC とか。<laughs> いや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 。超細かく。超細かく。そんなことしたいからもう。80種類に分けたら、だから、林くんは、AB 型だけれど、AB 型じゃない、B 型。BO 型だけだけど、かっこ名古屋。N をつけて、BON 型だよね、だからね。もうだからこれでね、うまい。ね、途中で山和市も行ってるから、BONY だよね。 え、じゃあちょちょ、ちょ、待って、山本市って何型なの前からしては。<laughs> あの、街<ー>を何型に例えれるよ、俺は。え、例えば俺からしたら山本市は、どっちかって言ったら B 型かな。街 <laughs> 的にね。<laughs> そもそも血液型が売らないとかさ、ああいう本が売れたりとかさ、いろ、うん、んな人が、今日は何型が、なとかですとかいうのって、やっぱり、そういう四つの性格に分かれるから、 ああいうものがみんな受けたりとかするわけであって、っお前、そういうのも全部否定したらさ、あのるじゃあね、今ね、B 型の特徴をね、うん、上げてくんで、俺は林刑事に思い当たるなっていうのは、自己申告してもらえれば。 いや、逆パターンに来ようよ。お前 A 型にしようよ、今回。B 型ってっどうせまた俺、あ、お前 B 型、<laughs> あ、これじゃんっていう、お前、お前のオチが見えたから。お、じゃあ逆でいいよ。いいよ。例えば最新いくよ。うん。対人関係には神経質なほど気を使う。あー、これあるな、お前な。俺、そんな使わないけどな。いや、いやお前は俺には使ってないよ。お前の悪いとこはそういうとこなんだよ。<laughs> 俺には気を使わなくても、あの、チビリアンとさ、ひとみちゃんには気を使っとった。い<や>なんてうけう女の子には気を使うに決まってんじゃん。あ、出た、こいつ。 あ、そういうとこ。男も女も一緒だもんね、俺は。<laughs> <laughs> お前男と女でその差別するのはやっぱ A 型っぽいんだよね。おあ、じゃあいいよ。じゃあ次行ってみ。うん。外面が良く内面が悪い。あ、お前だよ。完全に <laughs>。お前じゃん、これ。お前これで写真撮ってそうだよ。外面が良く内面が悪いな。お前じゃん。いや、お前はに俺の大村コーンとか言っていじってたな。<laughs> 自分のかっこいいショットだけ、お前載せやがってよ。<laughs> ツイッターに上げやがってよ、お前。大村 <laughs> コーンらしいです。いやいや、お前が勝手につけただけで俺別に大村コーンとか言ってへんの。お前が 勝手に決次な。こな次。喧嘩は理屈っぽくなかなか謝らない。あ、お前だよ、俺も <laughs> <laughs> 理屈っぽい。あの、言われてあの結構コメントであるよな。あ、坂さんは理屈っぽいですっていうのあるからさ。なーげーなー こ,いつこれ長いでこれやめようこれいくとこ20個30個ぐらいあめよこんなのは結局俺にも林くんにも当てはまってんだよい<や>だからどっちかって言ったらお前の方が今言ったの全部い<や>どっちかって言ったらそうだよどっちかって言ったらもう,もうめちゃくちゃじゃん俺じゃどっちかっつったら A 型で林くんはどっちかっつったら B 型って結論になっちゃうだから要は例えばお前が A 型なんだけど、うん、ちっちゃい頃から物心ついた時からお前 B 型っていうふうだったら多分お前も性格だいぶ変わっとったと思うよ、うん、ないないないそれはない,わい,やいやそれはからお前だってその実際その そういう経験してないから分かるわけじゃじゃあさあ、自分の血液型が分からないっていう人もいるわけじゃん。うん、今はだいぶ減ったと思うよ。うちらちっちゃい頃あった。いやいやいや、でもいるわけじゃん、実際に。でもいつとなったらさ、知らないとし、ね、あのー、やっぱ流血が必要だと思う。<laughs> い,やいやいや、じゃ、じゃなくて、いるわけじゃん。うん、まずそこを認めてくれよ。ああ、分かった認めるよ。んなんじゃあいいよい。いるよね。イエスだよね。<る> あの、少ないけどね。<laughs> じゃあさ、血液型が、を分からない人を、うん、この A とか B とか O のこの血液型の特性で当てはめてったらさ、じゃあ当たんの、うん、いや、結局、あのー、誰が決めたんか分からんけどさ、うん、これ聞きたいわ。 AB 型こういう人で、O 型こういう人で、B 型こういう人、A 型こういう人っていうふうに決めてた人が多分いるんだよ、昔ああ。だからそういうね、昔そういう本を出して、ヒットしたから結局それがずっとうであれだよ、うん、ノストラダムスの大予言みたいのと一緒で、たまたま全然大予言してないけどな、あいつ。<laughs> だからそういうことだよ、だからこれも結局、昔流行ったのがたまたま日本に残ってるっていうだけで、こんなのは科学的には全く根拠がないってことはもう証明されてるんだから。いや科学的なな根拠はない かもしれんけども、やっぱりそのなんていうの、あの環境的な、今までさ、こういうテレビとか本とかね、そういうマスコミが取り上げたりするわけじゃん。そうそうそう,そうなん。だからこれってなんかしんないけど、あ、B 型かこう、ああそう B 型だもん俺っていうかさあ、やっぱお前 A 型だなっていうのって、これで別にさ、なんだろうな。 俺だってそうだよね。ちっちゃい頃、もしお前は A 型なんだって、A 型だ A 型ってか、ずっと記入欄に A 型って書き続けとったら、うん、俺はものすごいね、対人関係に神経質なんだけど。ない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 。<見>ない一緒は変わんない。いや一緒は変わんないよ。いや、だ分からんがよ、その、もうそういうふうにいんな,いかん,ないかんない。いや、お前も一緒は、いえ、結論は結、結論あもうね、そろそろ時間なんで結論をお願いしますけどね。だから、浅川くんは神経質で、 内面が悪くて、喧嘩が。しっやっぱりお前は血液嫌い。何かのために生きる生きがいを求めて、考え方がやや型にはまって筋を通そうとして、心情の態度。あ、これ全般回っとるやん、本当に。<laughs> でしょ あ、お前、切ろうとしたら俺、切らせんからな、<laughs> お前。今こればっさり行こうとす。まあかんぞ。お前,お前違うんで、今回ずるいなと思った。お前はほんとそういうとこずるいなと思ったのは、結局俺を叩く、俺を叩く材料にただ使ってるだけなんだよ。<laughs> B 型だもん、B 型だからしゃがないやん。お前、そういうとこが B 型だよな。そうそう。お前ってそういうこと言い方するやん。何やで、そういうとこで、結局も気にしとるんだね <laughs> それを早くスッと言ってくんねえと。<laughs> いや、でもここ最後のオチとして、<や>お前も信じてるんかい。<laughs> ってい,ういや、なんかさ、林くん、俺はさ、今回その、二回そのボケを放り込んだのにさ、いや,い,い,い,やいや、お前も信じてるんかいっていう突っ込みを、鋭い突っ込みを期待してたのに、すって出てこないってことは、これ林くんマジで血液型信じてるんだなって俺思った、今回。いや、血液型信じるっていうか、まあ、信じさせられてるっていうのかな、うん。そうなんだよ。結局お前は洗脳されてんだよ。うん、いや、お前も洗脳されとるね。血液型強に洗脳されてるんだよ。<laughs> だから、お前ももうやっちゅうね <laughs>。いいなぁ、今の血液型強に洗脳されてるんだよのセリフは、あと3回。いや、もういらないでしょ、<laughs> もう。だってこれ、めちゃくちゃ売れたからな、B 型の本とか、O 型の本とかさ、あったじゃん、一時期めちゃくちゃ流行った時、ベストセラーにあった本あったじゃん。あんなのバカしか買わねえよ、バカしか。うわ、出た。あいちゃった。これ、いっちゃった、もう。あんなの買わないっていうかあ。あんなの買うのは B 型しかいねえよ。 いや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 、あの、<laughs> 全部売れてるから。別に B 型だけ <laughs> 突出して売れてるとかないから。だから、それぞれの血液型に自信持っていいんだよ。お前も A 型な A 型で、<laughs> 今そ、ね、残酷起き下ろしといてよく言うよな。いや、うちはもちろん A 型のいいとこもあるよ。だから、神経質で気を使えるないうことは、やっぱり。 血液型じゃないんだって。その人個人のいいとこと悪いとこがたまたまいろんな血液型に当てはまるっていうだけの話で。うん、だってだよ、林くんさ、この A 型の特徴と B 型の特徴お互いに当てはめた時に100%一致するわけないじゃん。うんうん、でも100、100%ってないじゃん、世の中には。 だからね、いやいや、違うんだよ。こういう曖昧な、何の科学的根拠もない特徴っていうことで、誰にでも当てはまるような、これはね、占いとかにあるテクニックのうちの一つなんだいや、そうかもしれんね。例えば、ま、ね、何の情報もなく、初めて会った人に、あなたって明るそうに見えるけれど、実は家では一人で暗くしてますよねって言ったら、大体の人に当てはまるんだから。ああそうそう、それも占いのパターンなんだけど。誰にでも当てはまるようなことを、特別自分が言われてるんだっていうふうに思い込んじゃうから、信じちゃう。 いやそんなこと言ったらもう世の中のマスメディアを全部埋め敵回したからな今俺だから言ってんじゃんスピリチュアルとか占いとか宗教が全くもって俺はくだらないと思うのはそういうことなんだよいや違うね俺は何の当てにもなんないよ いや、あのね、だからこれはだから、本当お前は何やかん言って俺のこと、やっぱりさ、B 型だからこういうところっていうのは、やっぱお前の頭の片隅に絶対あるじゃん、お前って。あるある。それはもちろんあるよ。ちょっと一緒やんけ、お前。わかった。わ<前>かった。じゃあ、なんやねん。結局、俺と林くんが言いたいことは、うん、B 型だけはわかるわ。 書いてあるええー、どういうことどういうこといいね。俺、すっごいよ、それ。なんでやねの悪いことは全くもって信用できないけど、B 型に対するこの、<ー>なんていうか、今とか。今,ね B、今、今 B 型のチャンネル登録した人全員、今、チャンネル消したよ。<laughs> はいはい。減ったしたらバンされるわ。まあ、Google の、Google の社長が B 型だったら、ほとんど今、もお前バン、バン <laughs> だ、バン。P が、B 型。頼みろ、待って。 <laughs> いやお前ね、それは分かんないお前、俺はさすがにそこまで、俺映画で批判はしてないからね。あくまでもお前に批判はしたかもしれんけど。<laughs> なんで俺個人を批判すんだよ。だってさ、え、だって俺映画のいいとこは分かるからさ。俺はちょっと合わないよ。うん、俺はちょっと相性的に、ガッツリーの映画は合わないかもしれん。でも、大型が無理るっていうの、多いもん。AO の友達。ぶっちゃけ。だから少なからさ、合う、合、はい、っとると思うよ、これは。 ということでね、うん、ま、今回はね、はいうん、まあ A 型の俺と B 型の林恵司君でね、こうやって話をしてみましたけれど。うん、あ、うこの辺のまとめに入るのはやっぱお前いやいや、もう時間なんでね。お前の時間なんでねってもう500回ぐらい聞いたわ、もう。そのね、まあ、時間を気にするのも A 型の特徴ってお前からしたら思いたいんかもしれないけど、うんうん、俺もっとこれずっと話すよこれ。そういうことじゃないんだよ。うん、まあね。まあ、編集しなあかんからな。それはもうきちっと切らなきゃいけないから。うん、これ役割なんですよ。うん あの、ただそれ言ったら、ま、そんな言ったら俺、役割いや、あだってさ、俺、別に、B 型の振りしろって言われたら、B 型の振りできるよ、俺。え、できない、できない、絶対できない。絶対できる。お前、絶対無理。あ、わかった。俺、じゃあ、今日から、人に血液型聞かれたら、俺、B 型って答えるように、それは。で、その時に、あ、やっぱりそうだね、とか、えー、そういう風に見えないって言われるかで、俺は、その、判断するよ。そもそも、お前は何、今、まあ、B 型の振りって言ったけど、いや、だから、林くんの理屈だったら、俺自身が B 型って名乗ることによって、俺の性格が、 B 型にはまっていく可能性があ、るわけだろもう遅い、おっせえ、そうだ。思春期だって。思春期に、<laughs> 少年、少年から大人に変わるときに、これ気づかなかんはダメ。B 型のフリをするってのは意味わからんわね。B 型のフリってないねと <laughs> いうことでね。<laughs> はい。まあ、今回はね。 答えはないですよ。ないですよ、これは。いや、確かにね、林君の言ってる理屈も一理あるんだよ。要するに、本人が信じちゃってたら、もうその書かれてる通りになっちゃっんだよだってお前がさ、生まれたときにさ、女の子だって言われてさ、ずっとスカートとか履かされたらさ、お前は女の子になってる可能性あるからな。める オオカミに育てられた子供ってあったけれど結局人間じゃなくてオオカミに育てられると人間性が育たなくてオオカミみたいなさ結局それって環境とかやっぱり結局それってあれ影響だよねそういうことだよだから結局やっぱり結局お前宗教とか信じとるってことだからなそれ。 そうじゃなくて、いいじゃあ、信じる人の気持ちは一応分かるんだあの前にも言ったけどお、お化けとかそういう、だから要は、霊的なもんは信じてないよってことだ宗教が人間にもたらす、そのなんていうか、役割は分かるよ、理解できるよ、それでその心の安らぎが得られるっていう、それこそだってほら、ニルバーナだってさ、そういう仏教とか、そういうのが歌詞に反映されてたりするわけだから。うんうんうん それはわかるよ、気持ちとしては。じゃあ、お前は、この人すごいな。この人みたいになりたいな、人おるああ、俺、林刑事見たくなりたいね。嘘つくな、お前ちょっと待って。よう言うわ、お前。えっとね、は、はや、はや、林刑事。もうええもういもうわ。兵ゆきみたいに言うな。兵頭ゆきみたいに言うな。はいはい。はい、終わり終わり。 よろしければチャンネル登録お願いします。